イトロンの渡辺です。松本です。そして、ゲストに、ドーナツヴィーナスのお二人です。お願いします。お願いします。お願いします。引き続き、ちょっとね、コーナーの方にもちょっと参加させてもらうということで、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ということで、早速、やっていきたいと思います。はい、はい、何ですか？提唱企画。ドーナツピーナッツのドーナツは本当にミスタードーナツなのか、本当にミスタードーナツなのか、もともとミスタードーナツって言ってはないです、言ってはないですということで、まあ、一応働いてはいましたけど、いやもうミスタードーナツやと僕は思ってるんですけど、芸名がそうですからね、そう僕 の会社という概念ではないただでもドーナツさん、はい、一応あの働いてたんですよね、ミスドで、ミスドで、はい、結構3年ぐらいやってましたよね、で、はい、全国でそういう技術とか争うようなコンテストで何位でしたっけ、はい、6位です。6位それすごいな何千人や、何千人いんやな、何千人いるんすかね、なんか、はい、どこでやんのその大会まあなんかどういうルール最初いやまずその、うん、店舗であって予選から、まあ、予選からどんどん上がっていく予選からしなかったオーディションオーディションとかね、甲子園みたいなことない、甲子園みたいな、ミスド甲子園、まあ、それの第もう6位ですから、すごい、はい、はい、まあ、本当にそのドーナツのことが好きなのかというか、いろいろ分かってるのかという検証企画でございます。なるほど。ということで、はい、今日はですね、はいはいはい、ドーナツを実際に私買ってきました。はい。買ってきてくださったんですか？そうなんですよ。で、はい、今からですね、はい、お二人にですね、はいはい、好きなドーナツを1個選んでいただきます。はいはい、2人で1つ？いや、1個ずつ選んでもらいます。で、ドーナツさんはその間はちょっと、席外してもらって、はあはあ、何を選んだかというのを、分からないようにですね、なるほど、お二人はですね、はい、そのドーナツになりきってください、はい、あ、そのドーナツになりきるんですか、はい、そのドーナツに憑依してほしいんですよ、なるほど、はい、で、お三人で会話していただいて、はい、ドーナツくんは何のドーナツと喋ってるのかっていうのを当ててほしい、いろいろ質問をして、いろいろ質問をして、はいはいはい、なりきっちゃうとでもドーナツなんで喋れないいやいやそこまでその厳密にはならなくていい、ドーナツと喋れない、ドーナツを擬人化してってことですね、いやちょっとまあそれは興奮してるところあるけど僕がその前に頑張ってるみたいな感じ出さずに、意味わからんツッコミ、意味わかんない、わかんない、意味わからん、逆に僕が今これ言わんかったら意味わからないでもこれだけやるライブやっとったもんな、主催で。やったことないよ。ドーナツライブすぎる。そうなんや。いや、違います。ほな、俺、こんな企画やってたかんやんか。こんなところで。やったことない。これ1時間やってなかった。いや、1時間やれるか、もう。NGK。NGK やれないですよ。持って10分ぐらいですよ。じゃあ実際にちょっとほんまに当てれるのかどうなのかってちょっと検証したい。はい、はい、はい。ちょっとドーナツくん。基本型のやからドーナツってことですよね。基本、本当にシンプルなドーナツしか入ってない。ちょっと外に。じゃあ、ちょっと外に。はい。本町ぐらいまで。行きすぎやろ。ちょっと頑張ってもらって。はい。ちょっと待ってください。これで何ですか？それは。エンゼルドーナツ嫌い？ドーナツ自分すぎて、これがエンゼルフレンチ、エンゼルフレンチ、はい、で、ココナッツチョコレート、ポンデリン グ、エンゼルクリーム、エンゼルクリー ム、ストロベリーリング、ヤムチャは？ちょっとヤムチャありますけど、ヤムチャ、ヤムチャ、テンション上がる、どれする？どれする？松本さんどれがいいですか？実際に普通に食べる企画じゃないから、ね、違う言えちゃうんです、全然好きなやつドーナツに友達ん家来たんじゃないから、好きなドーナツ、いやビーナツどれがいい、僕でも本当普通に、うん、好きなやつ行こうやっちゃう、ああいいっすね、うん、今食べたいの行って、今食べたいの行こうか、僕はエンゼルクリーム食べたいです、なるほどね、はい、一番、こっちの、はい、エンゼルクリーム、エンゼルバレそうやな、エンゼルクリームやめようかな、エンゼルクリームで行きますわ、はい、じゃあ俺ストロベリーダイナマイト。ダイナマイト。ストロベリー。はい。勝手に爆発させないで。よろしいですか。ストロベリーリングとエンゼルクリーム、ね。エンゼルクリーム。エンゼルフレンチ。エンゼル。今端っこね。これ。エンゼルフレンチ。エンゼルフレンチ。OK ですか。OK です。はい。ちょっと本町雨降ってましたわ。ほんまに言ってた。本町雨降ってた。すごいな。さあ。濡れてなかった。大丈夫、どこひんだったもういいやろ、あんま拾えるとこじゃないいいですか、はい、OK です、はい、はい、もう2人はもう1個これだというのを決めたので、はいはいはい、はい、その決めたドーナツちゃんと当て、もうなりきってますよ、もう、はいはいはい、2人ともなりきってますんで、それではなんかちょっとなんかいやらしい感じだよ
タバコ吸ってるドーナツ。ドーナツトークタイムスタート。はい。じゃあ、めめしい、なんかちょっと、めめしいか、なんかストロベリーのチョコとかかかってんのかな。じゃあ、はい、お二人の体は、はい、何色ですか。私は、はいはいはい、2色。2色。2色。うん、はあ、はあ、2色ね。なるほどなるほど。人気よ。人気。2色。女型ですね。女型の、これどういうことやろ。人気。喋んなさい。それなんかその妖艶な感じなんだよ。あなたのお色は何色ですか。僕も2色。ああ、なんかちょっと一緒よね。一緒。兄弟。兄弟。お母さんとそれか息子。一緒。じゃあ何か、はい、何かを何ですか、コーティングはされてますか。あ、いい質問ですね。はい、されてる。コーティング好き。コーティング好き。まあ、チョコか、うん、まあ、なんか何かしらのトッピングが かけられてるっていうことなんですよね。ちょっとこのもう一回見て。忘れてました。もう一回全然確認してもらっていいですか。細かいところまで。はいはいはい。そうそうそう。はい、見た。見た。なるほどなるほど。はい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 。全然喋れんの。OK です。ピーナスも全然喋れんの。で、あなた方の体の中には、クリームがありますか？あります。あるね。ありますね。はい。そちらはどうですか？私、もう一回見ていい？一回、探ってもらって、ごめんなさいね、本当に。ごめんなさい、本当。ちゃんと確認しないと。あ、やっぱり。そうですよね。下手なこと言えない。下手なこと言えない。体の。ありません！ありません。OK、OK です。はいはい。ありますね。結構絞れてきました？はいはい、絞れてきました。はいはいはい。体に、はい、雪みたいな粉がかかってますか？雪みたいな粉。どうでしょうか？誰の話してんの？ああ、じゃあ、すいません、すいません。めちゃくちゃ怒ってますね。すいません、すいません。ごめんなさい。勘違いしました。勘違いしました。こちらどうですか？言いません。ああ、そう。言いません。言いません。秘密よ。秘密で。これ破綻じゃない？言ってくれない。ドーナツの表意だったら、まあ、こんな感じかなっていう、キャラクター的にこんな。なりきったらこんなこと言っちゃうんですわ。全然わからない。言いませんとか言われたら。今のところどっちの方がちょっと確率的に当てれるかなっていうのあります？まあ、1個絞れてるな。こっち絞れてるんすけど、粉が、はい、それこそちょっと時間経って、はい、その溶け込むんすよ。うわ、例えばそうなってた場合があるから、じゃあ、はい、こっちからじゃないきます。はい、2色っていうのは、はい、きつね色と茶色ですか。あ、細かいところまで違います。違います。茶色は入ってますか。確認冷めろな。言い直してもらってもいいですよ。はい、はい、質問は、茶色は入ってますか。まあ茶色、茶色っちゃ。お二人とも茶色ですね。茶色っちゃ茶色やし。あ、きつね色か、茶色か。ああ、はいはい。私はきつねよ。きつねね。きつね強めよ。きつね強めですね。うん、はいはいはい。で、あなたはきつね。きつね。クリーム入ってる。うん。茶色も入ってますよね。はい。二色目。めちゃくちゃ確認するな。これ難しいな。まあ、でも、入ってない。入ってない。こんな茶色よ。こんな茶色じゃ、ってこと？あ、そうです、そうです。はい。あ、こっちに入ってる。はい、はい、はい、わかりました。わかりました。こっちがどうなのかなのよね。はい。いきますか。すごい見てるけど、なんかもうすっごい。視力で当てに行ってる。いや、不正じゃない。不正じゃない。視力で当てに行くのは違うよ。その袋を透けてこう見ようとしてはない。スケベドーナツ？スケベドーナツ。そういうメガネ。違う。そういうメガネ。そういうメガネ。わかる。ここのダイヤルを回したら、
分かるようになるメガネ。いや、違う。回してなかった。はい、いきます。はい、OK。OK ですね。はい、分かりました。それでは、じゃあ、松本さんから、じゃあ、ちょっと発表してもらっていいですか。はい。松本さんのドーナツは何ドーナツでしょうか。松本さんのドーナツは、はい。ポンデリングです。ポンデリング。そして、ピーナッツの種類は何でしょうか。ピーナッツの種類は、はい。エンゼルフレンチで。はー。でははい、発表をお願いします。お願いします。はい、ちょっと正解正解です。もう冷めるな、確認。じゃあ正解がいるんでしょうか。正解の方はお立ちください。いきます。ドゥルー、じゃん。うわー、エンゼルフレンチ正解でーす。松本さんは、松本さんは、ポンデリングではございません。はあはあはあ、ちなみにエンゼルフレンチどんなか分かってる？エンゼルフレンチはあのギザギザでチョコかかっててクリーム入ってて、あれ？あ、じゃあエンゼルフレンチはあれ、あのごめん、まるでクリーム入ってる。いや今変えたやろ。待って、俺も間違えた。俺も間違えた。頭に浮かんどったの、ごめん。頭に浮かんでたのは、はい、今もかかってるよ。今ごまかすの、うん、頭に浮かんどったのはどっち？エンゼルフレンチ。でもそれは どういう形なの？だからまるで、うん、白いクリームが中に入ってて粉がかかってる。ああ、じゃあ正解やけど、まあまあまあ、ちょっと本当かな今。だってさ、雪みたいな粉でさ、はい、いいえっつったよ、うん、そうよ、そう、そこで言いませんっつったよ。言いません言いません、言いませんっつったんか。言いますよ、フレンチの気持ち的には言いませんって。やっぱクリーム隠してるじゃないですか。隠したがりかなと思って、うん、ちょっと恥ずかしがりな、恥ずかしがり、うん。ああ、なるほど。でも、まあ、正解は正解ですから。はい、はい、はい、はい。じゃあ、こっちですよ。え、こっちが、じゃあ。僕は、オールドファッションですか？いや、もう違う違う。黙れ。黙れ。ストロベリーリングです。ストロベリー、うわぁ、両方、イースト系か。わからんね。イースト系はどこ？僕、イースト系や。わからん。僕のやつのコーティングはされてて。あー、そっちか。イースト系って言うんですよ。なんなの？発酵させて作る方のドーナツなんですよ。6位やなぁ、お前。両方ともイースト系だった。でもまあ、半分も当たったんですけど、まあ、100点ではないということで。はいはいはい、ちゃんと6位でしたね。ちゃんと6位でした。あ、悔しい。そう、両方ともそうか。ということで、ドーナツくんはドーナツではないということで。何なんですか、それ。ミスタードーナツではないということで。ドーナツではないピーナツになるから。はい、じゃあなんでそこまで反映されるの？意味わからないの。平沢っていう。いやいやいや、ドーナツピーナツの平沢とピーナツ。僕が恥ずかしいです。平沢ピーナツではない。ちょっとまたなんかちょっと勉強し直してみて、もう一回仕上げて。いや、久しぶりやったと思うから。いや、そうですね、久しぶり。一回ちょっとまた仕上げて。仕上げるって何なんですか？またその、ちゃんとドーナツ買って、話しかけてあげてください。1位取ってからまた。いや、もう今からは無理や。漫才しながら1位取る。いけるから、本当に。はい、まだちょっと機会あれば、次回。機会あったらリベンジしてください。はい、お願いします。ということで、ゲストはドーナツピーナツのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。